どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森、ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。朽ちた忍か。鋭利な切り口ではあるが、腕はあまり良くない。ムクロだ、作り話ではないということか。焚き火、人がおったようだ。死んだばかりだ、犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。なんてこった、怨霊はいたんだ、嘘じゃなかったのか。どこに行った。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか
生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、堺家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。